9月19日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、9月の第3月曜日は敬老の日です。豊島区では本年度75歳以上を迎えられる皆さんに敬老のお祝い状を送付しているそうです。年長者の方へお祝いとともに感謝を伝える素敵な一日になるといいですよね。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題を中心にお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。オミクロン株対応ワクチン接種が始まります。対象者は2回目、3回目、4回目接種を完了した12歳以上のすべての方です。前回の接種をしてから5ヶ月以上経過後に接種が可能です。3、4回目接種券は前回の接種から5ヶ月経過後の前月に発送します。すでにお手元に届いている接種券はそのままご使用いただけます。5回目接種券は10月以降接種時期に応じて順次発送いたします。9月28日以降、区内の医療機関集団接種会場にて順次オミクロン株対応ワクチン接種を開始いたします。またオミクロン株対応ワクチン接種の開始に伴い10月より予約なし接種を一時休止いたします。9月に従来型ワクチンの接種を希望される方は引き続きファイザー、モデルナ、ノババックスで接種ができます。受付時間は午後1時30分から2時30分、午後3時30分から4時30分、午後6時30分から8時までです。なお池袋保健所の接種会場では午後6時30分から8時のみ実施しています。接種会場には接種券、運転免許証などの本人確認書類、接種済み証などの前回接種日の分かる書類の3点をご持参ください。なお池袋保健所接種会場の9月28日、29日のオミクロン株対応ワクチン接種は事前にご予約が必要です。次です。豊島区では毎年9月の世界アルツハイマー月間に合わせて認知症の啓発事業を行っています。認知症は誰でもなりうる症状で、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことができる街づくりを行うことが求められています。今年は区政90周年の記念事業として、認知症について知る、備える、体験する、多世代にわたり理解を深めるなど様々な取り組みを実施しています。例えば10月13日木曜日には豊島区主催キャラバンメイト養成研修を行います。認知症サポーター養成講座を企画開催し、講師を務める地域のリーダー役を養成することを目的としています。時間は午前9時から午後5時までです。場所は豊島区民センター8階多目的ホールです。講師は豊島区医師会や認知症地域支援推進員などです。参加条件がありますので事前にお問い合わせください。ご覧の宛先までお申し込みください。他にも認知症対策としてたくさんの事業を行っています。認知症についての正しい知識を持ち、認知症になっても安心して暮らせる街を一緒に作っていきましょう。スタンプラリー国際交流雑司ヶ谷七福神巡り、参加者募集のお知らせです。日本人と外国人の相互理解と国際交流を目的とする国際交流のおみこしを担ぐ会が9月25日日曜日にスタンプラリーイベントを開催します。
日本人と外国人の交流を図るため混合チームを作り、雑司ヶ谷の七福神巡りを行います。共に力を合わせ一つのゴールを目指しましょう。参加者には雑司ヶ谷七福神巡りマップ、色紙、飲料水、さらにオリジナル手ぬぐいをプレゼントしております。時間は午後1時からで、集合場所は池ビズ6階多目的ホールです。参加費は1000円です。その他のイベントの詳細は国際交流のおみこしを担ぐ会のホームページをご覧ください。応募方法はご覧の宛先のホームページにアクセスしていただくか、お電話にて直接お申し込みください。5人から10人のグループでも参加できます。お友達とお誘い合わせの上ご参加ください。異文化を知る絶好の機会です。ご応募お待ちしております。区政90周年記念事業として郷土資料館をメイン会場に、大博覧会特別展豊島大博覧会、過去から学び今日を生き未来に希望を10月1日より開催します。昭和7年10月の豊島区誕生から今日までの歴史的変遷を300点以上の郷土資料、美術・文学作品、ジオラマ、建築模型などによりたどります。また100周年に向けて新たな豊島区を紹介する池袋駅周辺の都市再開発模型の展示や、まちづくり関連動画の上映を行います。さらに水戸岡英二さんがプロデュースした池ちゃんランド、隈研吾さんが設計に携わった国立競技場やフランス新駅などの模型、山本孝樹さん制作のジオラマ、上田翔さんの作品展示もあり、見どころが満載です。なお入館は無料です。令和5年3月26日まで開催しています。会期中にぜひご覧ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。豊島区では池袋駅北口前公衆トイレウィートピアの改修を進めています。今回は先日オブジェが設置されたということでお話を伺っていきましょう。では本日のゲストです。美術作家の上田志保さんにご出演いただきます。上田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはウィートピアの改修の経緯からご説明いたしましょう。さあ、ウィートピアは設置から27年が経過しており、設備の老朽化が激しいため明るく入りやすい新しい北口のシンボルとして生まれ変わらせたいという思いから、今回の再生計画が立ち上がりました。便器や照明設備をすべてリニューアルし、女性や子どもが使いやすい明るくきれいなトイレにします。平成31年に改装したウィロードを手掛けました美術作家の上田志保さんに、今回のウィートピアのデザインもご担当いただいているんです。6月にね、このウィートピアの概要を番組でお伝えしましたけれども、はい、今回は先月8月22日屋上のオブジェ部分が設置されたということなんです。6月に続きご出演ありがとうございます。今回はこのオブジェについてね、お伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、ではこのオブジェ、どういったコンセプトで設計されたんでしょうか。そうですね、このオブジェがあるウィートピアっていうのの下に、はい、その池袋の駅の東西を結ぶウィーロードのトンネルがありまして、はい、まずそのウィーロードのトンネルは、トンネルに初めて私が訪れた時に、はい、すごいかけがえのない強いエネルギーに惹かれて、ここでしかできない再生の仕方でウィーロードを呼び覚ますというか、蘇らしたいっていうところから始まっていて、でその時に区の文化の取り組みだったり町の人と直接お話しさせていただく機会を得まして、いろんな思い出の話だったりとか、その区政の取り組みをお聞きする中で、すごいこう文化の根っこっていうんですかね、町の人たちがこうしっかりと関わってつながってるっていうところに、私もすごい感動
感銘を受けたところから、はい、あの再生がスタートしたんですけども、うん、でウィーロードは本当に上を電車が走っていて、はい、電車の音が鼓動に聞こえて、あ、そこからなんか命に包まれてるような、うん、なんか芽生えてくるような場所として制作を進めていったんですけども、はい、本当に町の人にもたくさんご協力いただいて、はい、今でも1週間に1回お掃除していただいて本当に綺麗な、そうですね、ずっと綺麗に保てますよね、はい、私のテミさんもお掃除してくださってありがとうございます、はい、でそのウィーロードからいよいよ出てその上にあるウィートピラを再生するっていう時に次はどこを向いていきたいかなっていう心の意識といいますか、うん、考えた時にこう光に向かって生きて希望をなんか迎えに行けるような仕掛けが作れたらいいなっていうところからあのオブジェを設置するっていう、はい、あのこうイメージが湧いてきたんですけども、そういった思いがあったんですね、さあそんなオブジェなんですけれども、はい、ちょっと気になるのはあれは何で作られてるんですか。あれは5つの光のような形をしてるんですけども、はい、こういったロープを染めまして、はい、これアスレチックとかで使われるロープなんですけども、はいはいはい、それを1つずつ染めて、うーん、編み上げて編み上げて作っているんですけども、はい、はい、そういう風に作っているということなんだ。え、この作ってる方々、あれなんか靴なんかも見えてますけども、これはどういうものなんですか。これはですね、あの、はい、その羽自体の設計図と図案は書いたんですけども、はい、そこから先はこういうふうに町の方にご参加していただいて、はい、編み物の、あの講師をされている方だとか、はい、編み物が得意だよっていう方、またはこうやってみたいっていう方々にご参加いただいて今作ってる様子なんですけども、そういった機会があったんですね、はい、ワークショップをさせていただいて、でそこに区長さんも登場してくださってパワーをパワーを込めていただいてるんですね、これは。そうなんです。でも結構難しくないですか。あ、なんかお子さんの様子もありますけれども、なんですけど難しいかなって思ったんですけど、はい、すごく皆さん上手に集中して、なんか最初のワークショップの回は2時間だったんですけど、はい、2時間じゃ時間が足りないっていうから持って帰りたいっていう奥さんとかもいてくださって、もう黙々とやってくださいました。本当皆さんの思いが込められて出来上がった羽になるんですね。たくさんの手の中で生まれてきました。さあそんな、うん、その光の、ね、羽たちが今回、ね、はい、設置されたということで、ではあの設置、ね、実際に設置されているところを実は取材してまいりました、うん、VTR でその様子ご覧いただきましょう。はい、8月22日に行われたということなんですけれども、あれ村さんだいぶ暗いなんか感じですね。夜間の、はい、夜間作業で、夜間作業だったんですね。さあいよいよ設置ということなんですけれども、はい、すごいね、存在感一枚でもあるなと思うんですけれど、はい、あ、上田さんも、はい、その奥がまさにあの池袋の北口、はい、出口のとこ、そうですね、出口から出てすぐのところでつながりがね感じられますよね、はい。さあいよいよ羽の設置なんですが、まずはというところで、これはまずは羽たちを、はい、あの居場所を作る土台そういったものきちんと、土台が来ました。だったんですね、はい、あ、近くにね電車もね通ってるところですもんね。そうです。あ、いよいよ、いよいよクレーン車でというかそうです、持ち上げていただいて、うーん、羽がわえ、こう見るとすごい大きさなんですけれども、すごい大きさです、はい、これが5枚の羽のうち、うん、一番大きな大きさを持っている羽ではあるんですけども、ね、はい、あ、いよいよ、あ、いよいよ設置される舞い降りてだいぶ生まれる
空をねこう漂っている待ってるような、ね、感じですが、完全第一っていうところで、慎重に今回ね、まあ、早送りでね、はい、ちょっとご紹介してますけれども、実際これ作業時間というのは結構時間かかったんじゃないですか。そうですね、3日かけて夜間で。そうだったんですか、はい、完全にっていうところで慎重に作業していただきました。本当に、ね、普通の工事とはねまた違ったね美術作品でもねありますからね。そうですね、そういった側面もあの加味していただいて大切に。あ、生まれました。あ、一枚の羽が生えました。いやでも夜でもこう綺麗にね見えますね。そうなんです。これから、はい、すごい。そうです、本当区民の、ね、皆さんの思いが、ね、本当にこもっているこの羽ということなんですよね、はい、これ見ていただいた映像は1枚目だったんですけど、はい、あの後順調に2枚目、3枚目、そうですよね、5枚目と設置された状態で今は、あのトイレの上に待機してます。待機してます。でもこの設置されて、まあね、この5枚の、まあ、オブジェクト部分ですけれども完成されてお気持ちいかがですか、はい、まずはこう皆さんに大事に手をかけてもらったものが、はい、安全に設置されてすごく嬉しかったですし安心しました。うーん、そうですよね、はい、うんうん、まあ、今後はね、まあ、まさに皆さんにこうご覧いただけるような、ね、形に、ね、はい、なってくると思うんですけれども、さあ今回はこの屋上のオブジェが、まあ、設置されたというウイトピアなんですけれども、実はまだまだ完成ではないんです、はい、ということで今後はどのように進んでいくのかも教えてください。そうですね、今ウィーロードから出た北口の周辺の擁壁があったんですけど、うん、そこの描画が終わりまして、はい、で無事に羽もつきまして、で、内部トイレなのでトイレも使いやすいように、はい、ちょっとクリーンな状態を保っていただけるような仕掛けとして、はい、内部の方の制作も進んでおりまして、へ、あ今ねその様子ちょっと出てますけれども、この天窓が、もともとこのトイレには天窓が3つあったんです。もともとあった、もともとポテンシャル高いところだったっておっしゃってましたもんね。でここはもうチャームポイントなので、はい、天窓を生かした形でそれぞれ明るい、光が差し込むとともにいろんな絵柄の影も楽しんでいけたらなっていうところで、これちょっと共通して光の羽もまた内部のこの天窓だったりもこうそれぞれ影を楽しんでいただけるような仕掛けを作っていまして、光の羽だとお昼間でもあの自然光で影が周辺に落ちるんですね、羽の。やっぱりその豊島区 あの闇市があった、そのなんか印象が自分の中では強くて、そこからすごい力が湧いていろんなものが芽生えてきたっていう、この一見闇に見えるもの、影に思えるものの中に、はい、あの光とつながってるっていうようなところを私あの街にすごく教わったので、それをどうにか表現できないかなっていうところで、今回はいろんなところに影が落ちる、その影にあのワクワクしてもらえるような絵になっているので、うん、そこもちょっと含めて楽しんでいただけたらなと、光と影というね、はい、新しい通りになりますよね、はい、うんうん、なんかこの後この羽の部分ね、なんか夜もライトアップみたいなのもされるそうですね。そうなんです、夜もほのかに、はい、とあの光を灯して、うん、あの羽もですし、そのあの影もちょっと登場するような形で、よりなんか周りあの周辺を歩きやすく、なんか深呼吸して上を見上げていただけるような色と光と楽しんでいただける場所になればなと思っています、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、本日は美術作家の上田志保さんにお話を伺いました。上田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼します。また次回です。さようなら。